ウラウラチャンネルへようこそ。どうもグッシュです。さあウイレ企画やってまいりました。今月も J リーグガチャ引いて最強のウラウラレッツを作っていきたいと思います。今こちらに映っているのがすでに現在グッシーレッツに加入していただいた選手たちです。まあまあなメンツが揃ってきてます。まあまあやれそうな感じなので、もうそうだな、3、4回この企画やったら試合いっちゃうか。ある先輩から言われました。この企画需要があるのかと。需要がねえから再生回数伸びねえんだよ。一発目ウーゴビエイラ、いきなり強烈なストライカーが来た。これウーゴビエイラ来季どこ行く。あ、鹿島の遠藤選手、そしてヴィッセル神戸の豪華、青森山田のね、ここ強烈なの揃ってるね。いいガチャだった。2回目行ってみよう。来い浦和レッズ、興梠慎三ずっと待ってんのよ。来い広島44番、ハイネル、スピードスターハイネルやってきた。これうちのウイングでいけんじゃねえかな、もしかして。いい選手、ありがとうございます。快速を生かしてくれ。うちの裏でもやった。あ、岩下選手、サガン鳥栖の岩下選手、これ若くていいセンターバックの方いますね。非常に好きな選手です。3発目、赤いユニフォーム来い。どや、9番レイソルクリスティアーノ、強烈な一撃を持つクリスティアーノ来た。これいい選手、これ前線迷うわ。これだけ強烈な選手入ってきちゃうとね、迷う。どうしよう前線、こういう嬉しい悩み最高ね。じゃあ4発目いきます。レッツ全然来ないな、マジで。これん、町田4、町田だね。あー、酒井選手だー、センターバックの酒井選手。これもともと名古屋選手、これ名古屋の選手だよね確かね。身長180ちょいある選手で、いいセンターバックです。今町田にいらっしゃるんですね。では5発目かな、いきます。来いよ赤いユニフォーム、30番横浜 FC、 手塚選手だね。手塚ちゃんだね。手塚選手はあれね、もうレイソルからレンタルで行ってんだっけな、確か。で確か若い世代 U16 ぐらいでもう代表に選ばれてるね。非常に有望な若い選手。来いよ浦和、そろそろ。4番鳥栖かな、原川力選手だー。原川選手、もともと京都の子。この選手はあれだよね、2016年のリオオリンピックだった、あの手倉森監督ジャパンのファーストゴール決めた選手だよね。非常にいいボランチの選手です。ラスト来い。うわ、川崎25番、田中碧だ。ここに来て天才が来た。この子はもう小学校からずーっと川崎の子だよね、確かね。確かあれよ、去年のトゥーロン国際のイングランド戦でのマンオブザマッチ取ってて、大会でのベストイレブンにもね選ばれてる、非常にいい選手です。そして今こちらが、その方々を加えた選手たちです。ゴールキーパーパル・イルギュ、そして右サイドには我ら浦和レッズかな、岩竹選手、どっか行っちゃうのかな。そしてセンターバックは岩波拓也、そしてもう片割れセンターバックヨルディ・バイス、熱い男です。そして左サイドバックはハッセリョウ、これ個人的な好みです。非常に上手な、左サイドバックですね。そしてボランチ本日加わった田中碧、まさに天才中の天才。そしてもう語る我は、説明不要、アンドレイ・スイニエスタ。そして中盤、攻撃的な中盤には湘南の若き主砲中川選手、そして右のウイングにはクリスティアーノ、強烈な一撃持ってます。そして左サイドにはエリキ・リマ、横浜 F ・マリノスのスピードスター。そしてセンターフォワードはこの人、ガンバ大阪のストライカーパートリック、とてつもないストライカーです。もうだいぶいい選手揃ってきたんでね、これ勝てるんじゃないかな、そろそろヨーロッパのチームと。やってもね。それではまたガチャ引くときに上げてきます。せーの、バイナラー。